皆さんこんばんは。この度ですね、デイブユナイテッドは、来年ですね、チーム名とチームエンブレムを変更いたします。はい、ということで、チームエンブレム、そしてチーム名を変更するということで、まずはですね、こちらの新エンブレムのですね、発表動画をね、ご覧ください。どうぞ。いざ、もっと全体的に行こう。はい、ご覧いただきありがとうございます。私たちデイブユナイテッドは来年からデイブユナイテッド湘南としてね、新たにね、活動を始めていくことになりました。そしてチームのエンブレム、この練習着もそうなんですけど、こちらのエンブレムにね、変わることが決定いたしました。めっちゃかっこよくないですかこれ。マジでかっこいい。エンブレムはですね、僕の友人柏のミユにね、作っていただきました。最高なデザインすぎます。詳しくはですね、あのインスタグラムの、ね、方で、詳しく話してますんで、そちらをね、ぜひね、概要欄からご覧いただけたらなと思います。はい、そしてもう一つ発表の方があります。チーム名と、チームエンブレム変更に伴いまして、今日からですね、クラウドファウンディングをね、実施することが決まりました。クラウドファウンディング、なぜ行うかというと、私たちはですね、プロチームではありません。なので、月々に会費をみんなが払ってくれて、その会費をもらって試合費を払ったり、練習場所代を払ったりとか、こう備品を払ったりとか、どうしてもこうプロチームではないので、こう資金面でこう集めることがなかなか困難でございます。エンブレムが変わるのとチーム名が変わるということで、ユニフォームをですね、新規一点新しくしようかなと思ってます。ただ先ほども言った通り、プロチームではないので、ユニフォーム代だったりとか、そういったクラブのものっていうのは、今現状はですね、選手負担になっております。代表としてはなるべくこの負担をできるだけ取りたいと思っていまして、本当にただユニフォームを変えるだけじゃなくて、こうユニフォームを変えることによって、レイブユナイテッド湘南っていうのが新たな1ページを刻めるですね、きっかけにしたいなと思っております。ただやはりユニフォームはそんなに安いものではないですし、自分のチームにはですね、家庭を持っている方々がいたり、学生だったり、こう社会人でもこう1年目2年目の、こう若い子がすごく多いです。その中でやっぱりこうユニフォーム代っていうところではすごく選手の負担になってしまいますし、自分としてはそういった負担が増えることによって選手がチャレンジできなくなるっていうのがものすごくもったいないと考えております。なのでですね、ここでクラウドファウンディングをやらせていただくことによって、少しでも選手負担を取りたい。そして、クラウドファウンディングを通じて、レイブユナイテッド湘南っていうチームをですね、一から皆さんと作っていきたいなと考えております。リフォームが変わり、そこから僕が描く大きなビジョン達成に向けて、ぜひね、皆様にお力添えいただけたらなと思っております。僕もまだまだね、未熟なところが多くて、本当にレイブユナイテッドの選手たちには本当に助けられてますし、そしてこう動画を見ているご視聴者さんだったりとか、こう応援してくださる方々に本当に助けられています。そういった助けられている恩っていうのも必ず忘れずに、こう僕らは結果だったりとか、こうチームの大きな目標達成っていう受けて、これからも日々ね、歩んでいきたいなと思っております。本当にクラウドファンディングがどうなるか分かりませんが、僕はこれも挑戦として捉えていまして、自分が今までやってきた活動だったりっていうのがここでこう出ると思うんで、自分がやってきたことが正しかったのか、はたまたまだまだ足りないのか、自分自身まだまだ向上心があるんで、このままじゃ絶対終わらないという気持ちは変わらないです。ただ今までやってきた自分の活動だったりとか、レイブでの活動、SNS、YouTube だったりとかもそうなんですけど、そういった活動がこうどれほどの影響を与えられるのかっていうのを試すチャンスでもあると思ってます。なので皆さんね、レイブユナイテッド湘南というチームの新たな歴史の1ページをね、ぜひ皆さんと一緒に作っていけたらなと思っております。自分は本当に本気です。このチームを大きくしますし、自分自身も選手としても絶対に成長します。
なので皆さんもし可能でありましたら、ご支援そして、拡散していただけるととても嬉しいです。詳しくはですね概要欄の方にね貼ってありますので、ぜひ皆さんね、一度チェックしていただけるだけでも嬉しいので一度見ていただけたらなと思います。そこで僕のビジョンだったりとかチームのビジョンっていうのがね大きく、しっかりと見れると思いますんで、ここではあえて言わないようにしたいと思います。概要欄の URL からチェックの方よろしくお願いいたします。重大発表ということで動画をね撮らさせていただきました。いつもね動画のご視聴本当に皆さんありがとうございます。引き続きね応援していただけたらめちゃくちゃ嬉しいので、そして皆さんの期待を裏切らないようにこれからもね努力して、そして挑戦して、皆さんにこう挑戦する素晴らしさっていうのをこの動画で伝えていきたいなと思っております。はい、ということでね最後までご視聴の方ありがとうございます。応援そしてクラウドファンディングの拡散そしてご支援よろしくお願いいたします。では皆さんまた次の動画で会いましょう。 See you again.